柴犬ルル。食卓から食べ物をあげたら困ったことになってしまった。ルルは人間がご飯を食べているときにくれくれと泣くことがありませんでした。おとなしく待っているお利口さんだったのです。しかし最近、人間が食べているものを食卓から少しだけお裾分けしてしまってから、ねだればもらえるとマスターしてしまいました。ルル、こら、おいでルル。ルル、2階だよ。そんなにこら。ワンと吠えればいいだけ。そうすれば変わったものを食べることができると覚えてしまったようです。キラキラした瞳で見上げるルルに、ついあげたくなるんですよね。その気持ちはわかります。一番甘い人、それが誰かも簡単に見分けるのがワンちゃんの賢いところです。おばあちゃんにピンポイント営業を仕掛けます。ルルは目利きの営業マンですから、可能性がある人だけに営業を仕掛けます。推しに弱い、怒ってもさほど怖くない、私にいたいけな瞳で訴えかけてきます。ほーらほーら、あげたくなるでしょう。少しくらいいいじゃない。可愛い攻撃の後にはやや凄みを増して営業してきます。ダメだよ、もうルル食べ終わったんだから。これおばちゃんのご飯なの。おいちゃんにはくれくれ営業はしません。こんなですからね。いや、もうかわいそうだからやめてよ。ねえ、ワンちゃん嫌だよって。もうやめてよ、もう本当に処分者みたいだよね。はい、終わり。少しくらいならとあげただけで、人間もルルも食事が大変な時間になってしまいました。今再教育中です。どんなに泣かれてもあげません。これから飼い始める方へ、私たちの失敗がお役に立ちますように。